創業113年、店内工房のあるジュエリーマーノです。今日はですね、真珠の余り玉ですね、を使った、ちょっとした加工、リフォーム、リメイク、そういったものをお伝えしたいと思います。篠原さん、お願いします。はい、お願いします。ですね、先日工房の方に、こちらの突き刺しの方を発注しておいたんですけど、先ほどようやく仕上がってきました。ちょっとアップします。はい、小さいものなんで、そうなんですよね。ちょっとピンセットでつまみますね。こちらですね、はい、ちょっと動かさないで、18金でダイヤの方が 0.08 キャラット、はい、こちらの突き刺しをですね、うちの方にあるゴールデンパールへ刺してプチネックを作ろうかなと思っていたんですけど、そこの穴にね、そうですね、はい、ですけど、そういえば以前、お得意様でネックレスの黒蝶真珠の玉を5玉ぐらい抜いた方がいて、この活用法を何か考えておいてくれって私言われたことがあったなってふっと思い出しまして、これって両結って言って真珠のネックレス用の玉なんで穴が貫通してるんですね。両方とも穴見せてもらっていいですか。見えますかね。そっち側と反対側にも穴が、ね、抜いた玉ってのは両結、両穴が開いてるんですね。で、そうなんです、はい。でもこちらのですね、差し込みをこんな風にすると、両結なんで穴がちょうど下を向いてしまうので、ちょっと下置いてもらっていい？ちょっと置いておきましょうね、はい、こんな風に、プチネックにリフォームすることができるので、ちょっと見えないかな、ちょっと見えない、こんな感じですかね、そうすると、はい、プチネックですね、ペンダントですね、ですね、ネックレスがあの頭のところにそこを通るということですね。そうですね、はい、ホールは下になってるんで見えないんで、はいはい、このようにリフォームしてお使いになると5玉もあるんで何個も作れます、はい。